オスオス、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。やたらむずそうだな。まあ、左着地はそんなに難しくないと思うんだ。これはまあそんなにさ、問題じゃないと思うんですよ。死んでるけど。まあ、死んでるけどね。こうなるじゃん？いやー、これきつくね？マジでいけちゃう？これ。うわ、怖っ。ああ、ですよね。着地して、死にます。よし、来た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 。でも、これ。そっからも難しい、これ。激ムズじゃないですか、これ。なんすか、これ。めっちゃむずい。ふわーって落ちるんすよ。そうなんすよね。でも、2回、ここに乗れたのは大きいですね。よし、来た。どこまで行けば、まだ行ける？まだ参る？うわー、怖え。死んだ。よし、来た。ここら辺は、行けるじゃん？よーし。5分もかかった。めっちゃ手汗かいたし、このコースめっちゃむずいじゃん。やばいな。4月の30日、いただいたコースです。この時点では0だった、1名いったみたいですけど、3人増えてますね。空中バネジャンとか操作難しいのは一切ないとのこと。それでまた、クリア率がこんだけ低いってのも、不思議な話ですけど。OK。で、回って、コインになって、これはまた、急がないと。OK! パワーを1個持っていく余裕ができましたね。これ大きいよ。あ、でも操作難しいかも。持ってると。うん。OK! なんだこれ、一発クリアあんじゃね？そうか。下にこうやって置いて、こうだ。うわっ！しまった！うん。危ねえ。おう、中間？マジで？まだ、あと8つ、あと4つくらいやらされる感じかな？マジっすか。あ、しまった。こうか。OK。これで入れると。5難しいな。上にトゲがあるからな。あれ厄介ですよね。さてと、これは何だろうな。そういうことか。よし。こうなって、こうなって、こうだ。あー、ダメ。もう一個置かないとダメか。やべ。スタートが遅れたぞ。これでどうだ。よーし。6突破。さあ、見極めていきたいですけどね。あー、これは捨てちゃって大丈夫かな。一ジャンだ。これは難しいよね。一ジャンは難しいよ。OK。ファイナルだね。ね。うわー、厄介だなー。厄介だなー。なるほどね。全然いける気しない。めっちゃむずい、これ。練習、ちょっと練習しよう。ジャンプして、これだな。了解。これですね。オッケーオッケー。ジャンプして、乗るじゃなくて、上に一回行ってからだ。行くぞー。あー、惜しい。何回ミスれる余裕あるんだろう。よーし、来た、ドヤ。さあ、コインでしょ。死ぬ、死ぬことはないでしょ、さすがにね。よし、オッケー。お疲れ。これ難しいわ。70秒スピランですね。これ結構大変そう。
70秒だからな。おっと、いきなり詰まったぞ。大丈夫か？設計ミスかな？ギリギリいけた。はい。はい。オッケー、入れます。ポンポンポンで三段ジャンプできるんだね。さあ参りました。うわ、怖っ。なるほどね、必要だったのね。ああ、でもなんかいけちゃいますね、使わずにね。でも、あぶねえ、よかった。ここでもう一回必要なのかと思った。ちげんだな。しまった、しまった、しまった、しまった。ロスタ、ロスタ。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。うわぁ、強引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 。やったー、クリアしたぞ。なんだ今の。強引にも程があるだろう。これまた4月の30日にいただいたコースですね。簡単じゃなさそうでしたね、パッと見ね。一回入ってんだね。え、難しいじゃん、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ難しいじゃん。何これ。厄介だな、また。これ大丈夫かね。普通にジャンプして大丈夫そうかな。そして俺の苦手な。もうちょっと左向きで。OK。そのまま降りて。あんまり時間かけたくねえぞ、このコースに。左は行って。大丈夫なんですね。こうか。OK。ちゃんと見てくれよかったな。反応します。OK。まだまだ続くのか。うわー、最初からなんすよね。これ上から行って大丈夫ですね、でもね。あば。うわさあ。え？あっ、危ねえ、今死んだと思った。あ、でも次楽だぞ。上か下か。上も行けちゃった。ああ、こっちで正解だった。あ、まずい。うわ、ですよね。うわ、死んだ。無理だな、でも多分な。よし、第一突破。多分第二も同じことやんなきゃダメだろ。あ、でも第2はあれだ。帰ってこれるわ。あ、勝った。これは勝ちだ。ほら。よし。じゃあ、海面だね。久々だな、海面。デートはなんだ、デートは。普通にデートか？うん。これあれか。花ちゃんと、この赤花ちゃんとデートっていう意味なんじゃない？違う、キノコ取れませんけど。上に連れてって、下に下がれば距離は開けられる？あ、まあ、距離は開けられそうですね。上に泳ぐときは結構早いっぽいな、マリオが。クラウンあるけど、いらないでしょ。きっとね。むしろクラウンあった方が機動力なくなりそう。これ、ワンワンを下向く？オープン！中間ありましたね。Pがあるとゴールできたのかもね。さあ、多分、3
3分の2はクリアしたかな。あと3分の1。でも敵が来ないから勝ちゲーかな、これは。おっきいしね。多分もうそろそろゴール見えますよ。あ、最後クッパなんだ。あ、中身確認できなかったな。おお、高く飛びましたね。お疲れ。はい、続きましてはこちら。これは4月の30日にいただいたコースですね。やたら難しそうだけど。3000分の5。時間内に、これは急がなきゃいけないやつだよね。10秒しかねえのか。うわ、これ難しいな。途中で P かよ、俺の苦手な。よし。うわおー、マジか。よし、オッケー。割とさっくりクリアできたぞ。チャレンジ数は多分12、3回くらいですね。1分か2分くらいで激ムズコースをクリアした。いいね。音符があるのはわかるけどさ、あれ道になってる？鬼畜アスレ。なるほどね。鬼畜アスレ。うん。海外方のように言うんだったら、あれでしたね。鬼畜わかんないけど、パルクルって言った方が多分伝わるんじゃないかな。なるほど。フルマックスだと落ちちゃうんだな。はや。よいしょーよいしょーよいしょー、踏んで、踏んで、踏んで、乗って、伝って、怖っ。伝って、沈むんだ時に、アホー、やらかした。うわ、このミス、うわ、本当に下ネタ。はっ。オッケー。はいや。はいや。よいしょい。お疲れ。そういえば、チャンネル登録者が18万人を超えました。皆さんいつもありがとうございます。これからも頑張ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。